ビクター・ヘッス・マルティネスは、ベネズエラ共和国ボリバル州シウダボリバル出身の、元プロ野球選手、ウト・リョーダ。一部メディアでは、ビクトルと表記される。愛称は、ウマート・パピーチョ。1996年7月15日に、クリーブランド・インディアンスと契約して、プロ入り。1998年までベネズエラでプレーした。1999年には、 アメリカ本土へ渡り、A-9、マホーニングバレースクラッパーズでプレ六64試合に出場して打率。277,4本塁打、36打点を記録した。2000年は、A 級、コロンバスレッドスティックスと、A 級キンストン・インディアンスでプレー。A 級キンストンでは26試合に出場して打率。217,8打点、1盗塁を記録した。 2001年は AA 級キンストンでプレーし、114試合に出場して打率、329、10本塁打、57打点、3盗塁を記録した。2002年3月1日にインディアンスと1年契約に合意、3月17日に AA アクロンエアロズへ移動となり、そのまま開幕を迎えた。AA アクロンでは121試合に出場して打率、336、22本塁打、85打点、3盗塁を記録した。9月9日にメジャーへ昇格し、翌10日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビュー。7番、保守で先発起用され、4打数1アンダに打点だった。この年メジャーでは12試合に出場して打率、281、1本塁打。 5打点を記録したシーズン終了後、インディアンス参加の最優秀マイナー選手と、イースタンリーグ最優秀選手に選出された。2003年3月3日に、インディアンスと1年契約に合意。前年オフに、正捕手のアイナーディアスが、テキサスレンジャーズへ移籍したため、ジョシュバードと、正捕手を争うことになった。球団はバードではなく、マルティネスが近い将来。 背負って立つ存在になると見ていたが、開幕保守はバードが獲得し、マルティネスは3月17日にトリプル A 級バッファロー・バイソンズへ移動となり、そのまま開幕を迎えた。打率228と不調だったバードに代わって、6月27日にメジャーへ昇格し、正保守の座を獲得したが、8月9日に、 右足首の故障で15日間の故障者リスト入りした。9月2日に復帰。この年は49試合に出場して打率。289、1本塁打、16打点、1盗塁を記録した。2004年3月5日に、インディアンスと1年契約に合意。開幕後は、バードの故障もあり、正保守に抜擢。前半戦十六試合で打率。百九十 12本塁打、63打点と活躍し、自身初のオールスターに選出された。この年は141試合に出場し、保守としてメジャー最多の21本塁打、101打点を挙げ、1997年にサンディアロマージュニアが記録した83打点の保守としての球団記録を更新。オフの11月3日にシルバー・アスラッガー賞を受賞した。 2005年3月3日にインディアンスと1年契約に合意したが、開幕直前の4月5日に総額1550万ドルの5年契約を結んだ。この年は147試合に出場して打率。305、20本類が80打点を記録した。2006年開幕前の3月に開催された第1回ワールドベースボールクラシックのベネズエラ代表に選出された。 シーズンでは153試合に出場して打率316、16本塁打93打点を記録した。2007年は自己ベストとなる25本塁打114打点をマークし3年ぶり2度目のオールスターに選出された。守備では投塁阻止率は32.0%と自己ベストを更新。疲労軽減のため一塁手として 前年を上回る30試合に出場した。インディアンス時代2008年は、右肘の痛みを開幕時から抱え、開幕戦では、ハムストリングの肉離れを起こしたが、その後も出場を続けた。しかし、本塁打が例のまま6月12日、右肘痛2で故障者リスト入り。その後、内視鏡で、骨片除去手術を受け、2ヶ月以上戦線を離れた。 73試合の出場に終わり、打率278、2 27本塁打、35打点は、メジャー定着後最低の成績となった。2009年7月31日にジャスティン・マスターソン、ニック・ハガダン、ブライアン・プライスとのトレードで、ボストン・レトソックスへ移籍した。移籍前は、99試合で15本塁打を放っていたが、打率が300に届いていなかった。 一方で、レッドソックスに加入した後は、本塁打は8本だったが、移籍後の56試合で打率、336をマーク。シーズントータルでは、打率30、303、23本塁打、108打点という打撃成績をマーク。打率、320本塁打、100打点のラインをいずれも2年ぶりにクリアした。オフの11月9日に、 レッドソックスが2010年の球団オプションを行使した。2010年は前半戦66試合に出場して、打率、289,9本塁打、38打点、1盗塁と好調をキープしていたが、6月29日に、左手親指の故障で15日間の故障者リスト入りした。7月4日には、オールスターに選出されたが、故障で出場辞退した。 7月26日に復帰。この年は127試合に出場して打率。302、20本類が79打点1盗塁を記録した。オフの11月1日に FA となった。11月23日にレッドソックスから年俸調停のオファーを受けた。2010年11月26日にデトロイトタイガースと 総額5000万ドルの4年契約を結んだ。2011年は、正捕手のアレックス・アビラ、一類には、ミゲル・カブレラがいたため、移籍後も、指名打者としての起用となった。4月19日に、右磯警部の痛みで15日間の故障者リスト入りし、5月4日に、復帰。この年は145試合に出場して打率。330、12本塁打、103打点。 一頭類を記録した。2012年1月にフロリダ州オーランドにある自宅でトレーニングしていたが、アジリティドリルを行っていた際に左膝を痛め、全十字人体断裂と診断され、1月27日にマイクロフラクチャー手術と半月板の修復手術を行った。3月12日に60日間の故障者リスト入りした。 その後左膝の再建手術を行う予定だったが、予想以上に回復が進み、行う必要がなくなった。しかしシーズン中に故障から復帰することはできず、そのままシーズンを終えた。オフの10月29日に故障者リストから外れた。2013年は故障から復帰し、開幕から指名打者として起用された。開幕後は6月末まで打率が、 230以下と不調が続いたが、9月後半に3割台へ持ち直した。この年は159試合に出場して打率。301、14本塁打、83打点を記録した。2014年は前半戦80試合で打率。328、21本塁打、55打点に投塁と活躍し、7月に4年ぶり5度目となる。 オールスターに選出された。この年は151試合に出場し、自己最高となる打率。335、32本塁が103打点を記録。出塁率409とオプス974はリーグ1位だった。オフの10月30日に FA となった。11月4日にはタイガースの年間最優秀選手に選出され、 6日には10年ぶり2度目となるシルバースラッガー賞を受賞した。11月14日にタイガースと総額6800万ドルの4年契約で再契約した。12月4日にはエドガー・マルティネス賞を受賞した。タイガース時代2015年は指名打者のレギュラーとして120試合に出場したが打撃不振に陥ったため打率は245に終わり。 5年連続、300以上だったのがストップ。本塁打も前年比約3分の1となる11本に止まった。なお、11本目の本塁打で通算200本塁打を達成した。2016年は154試合に出場して打率。289、27本塁打、86打点、オプス、826。93進はキャリアワーストながら、 通算1000打点も達成した。オフの12月11日に第4回 WBC のベネズエラ代表への参加の意思を表明した。2017年開幕前の2月8日に第4回 WBC のベネズエラ代表に選出され、3大会ぶり2度目の選出を果たした。シーズンでは7月7日のインディアンス戦で、カルロス・カラスコから通算2000本安打を達成した。 8月27日に同年6月の故障者リスト入りの要因となった不正脈が再発し、カテーテルアブレーション治療を受けることになり、再度故障者リスト入り、残りシーズンを全休することになった。2018年は開幕から復帰したが、前半戦を打率、231で折り返すように不審にあえぐと、9月15日にこの年限りでの現役引退を表明。 同日、古巣でもあるインディアンスの本拠地で行われた試合の前にセレモニーが行われた。9月22日、引退試合としてタイガースの本拠地コメリカパークで行われたカンザスシティロイヤルズ戦に4番1塁でスタメン出場。現役最後の打席となった1回裏の第1打席で内野アアンダを放った。ダイソーを送られると監修の大歓声の中、 ベンチへと引き上げ、監督や仲間と抱擁を交わした。MLB で最も足の遅い選手の一人と評される中で、現役最後のヒットが内野ンダだったことについて、私の最後のヒットとしてパーフェクトだね。ヒットはヒットさ。どんな形かは重要ではない。チームの勝利に貢献することだと述べている。ありがとうございます。